はい、どうもやってまいりました。はい、というわけでね、今日は、こちら、なんでおばたの、はい、マリ先生に会いにやってまいりました。はい、まあ、今日はですね、マリ先生にですね、まあ、あの肩もみのねやり方をまあこう、まあ、指導してほしいみたいな感じでね、言っていただけたのでやってまいりました。マリさんとね、僕はね結構あの、以前からのね、まあ、はい、というわけでやってまいりたいと思います。はい、今日はよろしくお願いいたします。お願いします。とあとはスタッフの方ですか。あきちゃんです。あきさん、あきさん、はい、お願いします。お願いします。ここ前倒してもらって、そしたら一番ポコンと出てるとこありますね。こう、そう、一番ここだよね。で、こっから真ん中、肩の、そうそうそう、真ん中、ちょうどこうスーッとやると真ん中ここですよね。で、ここのところで指、そうそう、中指でこう置いて、うん、ふんと置いてみて、で、前後にまずね、揺すってみる。前後にこう、ここでグリッとくるとかあるでしょ、ほら、うん、手応えがある、うん、ね、そしたら今度はそこで横にしてみる、ほら、うんうん、あるでしょ、こうグリッとしたなんか、うんうん、ピッチャーマウンドみたいな、うん、そこの上で立つって感じ。立つ入れる方向、こういう方向。そうそうそう、それでいい。多分それで聞いてると。どうですか、そのこと聞いてますか。だから、ね、分かんなかったら、そのままの状態でまた、これこれ、こり、うん、逃げた、あ、逃げた、うん。一番てっぺんを捉えて、そこで、うん、もう押さえなくてもいいかな。そこでこう、とどまってるだけでもじーって聞いてるから。うんうん、まずこの効かせてる感、すごい力入れてるけど、入れなくて、そんな入れなくて、うん、あまり入れすぎるとその感じがね、捉えてる感じがあんまり分かんなくなる。全然大丈夫、うん、意外とね力入れないです。ほんとちょんと触って、うん、奥にこう、ここは皮膚でしょ、うん、皮膚と神秘というかこうね、うん、脂肪組織があって、その奥にある筋肉にコツンとこう当たったら、そこでこう動かす。このぐらいで十分、実は、このぐらいで探って、で、一番なんか手応えのあるところでちょっとツンと効かせる、うん、これぐらいでもう全然効いてると思う、うんうん、どうですか。はい、で、だから力じゃないよって、だから凝りすぎてる人なんかはあんまり力入れると痛いから、うん、まあ、最初は様子見ながら徐々に力入れていくって感じ、うん、最初はまあ 10段階中3ぐらいでやって、徐々に4、5、6っていうふうに力を入れていくような感じで、まずこの腱鞘効かせてあげるだけで、あの、結構スッキリしてきたりとか、肩もね、うん、楽になって、肩こりの特効血って言われてるぐらいのツボなので、これを捉えてあげると、他の部位でも、指先でね、こう効かせてる感というか、あ、ちゃんとこうなんか効くところを指で捉えてるなっていうのが分かるようになってくるんで、まずはこの腱鞘、そうですね、ここですね、ここと一番このストンと落ちてる、まあ、肩甲骨のね、この骨の一番外なんだけど、ここのところとここを直線で結ぶんですね、こういうふうに、はい、で、そのちょうど真ん中あたり、うん、そうそう、その辺です。中指がいいかな。人差し指がやりやすかったら人差し指でもいいけど、はい、で、指の腹全体にこうね、なんとなくつけるような感じ。そんな力はね、いらないので。で、そこでですね、こうね、まあ、ちょっと支えられるんだら、この辺こう支えててもいいしね。で、圧をずっと入れて、奥にコツンと当たるでしょ、筋肉に当たりました。はい、じゃあその状態の圧のかけ具合でこう、ゆっくり動かす。そうするとほら、ここで一番反応があるでしょ。反応というか、こう、手応え、はい、手応えありますよね、うん、そしたら今度はそこで横にもこう効く、こうしてみる、ね、そう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 、ほんで縦縦横横丸書いてちょんっていう感じ、うん、探し方 ね、はい、なんかこれをゆっくり丁寧にやってあげるとほぐしみたいな感じになるので、そうそう、圧をね、ちょっと圧を入れた状態で前後にこう、うん、前後にこうやってあげて、分かんなかったらちょっと指離してね、また違うところに置いてもいいですけど、前後がここであるな、そしたら今度そこで今度横にもこう動かしてあげると、あ、なんかここ一番反応が強いとこあるな、一番下からこう突き上げてくるようなのがね、こう何ぞ乳首みたいになってるというか、こうポツンってしてるんですよ、そこだけ、うん、なんとなくね、痛いですかこれ、痛いですか、慣れてきたのかもしれないよね、もう、うん、そうそう、もっとゆっくり、ゆっくりこう寝ちすごくこう、これすらほぐしになるような感じ、うん、で、今度横にもググ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 グ、こう、ほら、なんか分かってきたでしょ、そしたらそこの一番のところでツーンと、
圧を入れる方向が溝落ちに向かってというかこう体の中心に向かって入れていくような感じね。そうするといい感じ。まずこのね練習をしていって片手で両方いっぺんにできるようになるのがいいですよね。はい、はい、じゃあまずこれをやっていきましょう。交互に、まあ、後で僕のやつやってもらってもいいけど、いや、まず2人でやらないと。またお互いにお互いに先生となり生徒となりね、あそこそことかで、やり方は自分でこうやってみて、あここなんか効いてる、ここ捉えてるな、なんとなくここをちゃんと牽制効かせてる感じと思うんだけどどうっていうふうに聞いてますで、受けてる方はあそこそこって言わずにじーっと黙ってて、やってくれ、ね、やってる人がね、申請するわけですよ。ここですか、ここだ、自分ではここだと思うけどどうですかって言った時に合ってたらね、こうグッとね、で違ってたら、うん、ちょっと違うかなっていうのを言ってあげてください。でこれが聞かされてる感の練習でもあるわけね、うん、そうそうそう、これを2人でねとにかくこうやるっていう。で焦らないことね、ゆっくりでいいから意識して、指先に意識してちゃんとこの繊細なこの指のこのセンサーをね意識しておできをね、どれとこう高まりを捉えてる感じというかね、しこりっぽい、しこりか、しこりをこうちゃんと捉えて、それをてっぺんからこうツンとこう、ほらすぐ親指つかる、中指でやんなさってたでしょ、ちゃんと。まず親指まだね早いんだよ、まだ。だって早いんですよ、指が痛いんだよ、じゃないよ。それ手針の手を守ってないよ、それ。それだとダメだよ、もう。なんか力が入りすぎなんだって、もっとふってこんだけでいいから。コツンって当たったくこのぐらいでゆっくりやの、こうやってこのぐらいでいいの、そこでそここのぐらいでいいの、こんだけで力んでると要は感じるところより下に行っちゃうから分かんなくなっちゃう。あ、なるほど。ふってこうスーッて沈めてって、この神秘とかこの皮膚をスーッてコツって当たるでしょ、筋肉の層に触れたぐらい、そこのとこだけでいいの、このぐらいでいいの、このぐらいで分かる。これでまずはこう大きくゆっくりゆっくり指の腹のこの指のこの全体ね、指のこの指先全体でゆっくりこう同じ圧のままでこう動かして、反応点の強いところをまずはリサーチサーチする、その練習でコツンっていう感じね。大きくやるんですよ、大きく、そうそうそう、力入れなくていいから、でこのぐらいでいいから、このぐらいでいいから、このぐらいで、このぐらいの感じ。どう、うん、力それぐらいある、うん、でここかなってとこでツンと、うん、弱いよね、いいね、いいね、ワクタも最初は見つけるのが練習なんだから、うん、順番立ててやってよ、ちゃんとね、そういうふうに言ってるんだから、ダメですよ、端折っちゃうもっとゆっくりやつ、もっとゆっくり親指支えててもいい、この背中のとこ、そう、その方が楽でしょ。ゆっくりゆっくり、もっとゆっくり、ずーっと、もうスローモーションぐらいの感じ、このぐらい、このぐらい、ここでしょ、一番くるのって。そしたら今度は横にここで大きくこの辺で、分かんない方はちょっとまた動かしてこうやってみるからね。どう？この辺じゃないですか、うん、なんかここ通るたびになんかズンとくるとかあるでしょ、うん、あ、ここにある、ほら、ほら、これコリンコリンって、ここのとこのてっぺんでズンと行かせるような感じ。ここに結構効いてたの、これどうですか、痛いでしょ、これ、ここもあるでしょ、これ。そうやってまず指先の感覚を鋭くしていくっていう、そういう練習をしていくといいです。力を入れちゃダメだよ、力むとね分かんなくなっちゃう。そういう感じでちょっとねしばらくやってください。痛い、痛い、でもそこまで力入れなくてもいいってこと、あのことね、意外と軽くてもいいよっていう感じ。もうほんとふっと下に当たってくる、そう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 、このぐらいだったら指痛くないでしょ、うん、このぐらいでいいわけ。でゆっくりね、コツはゆっくり意識しながら、うん、その探してる作業もマッサージというかね、ほぐしになってるような感じでどう、うん、お、いいじゃないですかね、ちゃんと真面目にやることね。終わった、できた、そうそう、まだできてないよはい、手離して、はい、もう一回同じ、もう何回も何回もやんないと、
お客様でもね、練習するといい、本当に。うん。こと、こう、うん。やる。うん。うん、そう、あ、いいね、さすが普段からね、手を使ってるだけありますな。もういい感じ、いい感じ、うまいね、小指がかわいい。ピュンってこう、ピュンってこう。取っちゃう。いい、いい、バランス取ってるわけだから、いい、余計なこと言ったらごめんごめん。だっていいよ、だってさ、この反り具合が可愛いなと思って、なんか子供みたいね、柔らかいよね、指先。そうそう、ゆっくりね、ゆっくり意識して、指先で、指先と指の腹でね、感じてあげるっていうのが大事。うん、いいですよ。こういう感じ？違う。こうしたようで、こういった方がいいね、こういう。違うよ、違う、これじゃない。あの、押すやつ。押すやつ、こんな辺。あ、ここ。結構上の方。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。今日は、はい、手に力が、さっきと一緒。うん、手に力があまり入らなかったので、うん、とっても疲れました。はい、でも、はい、はい、どうぞ。はい、どうぞ。ポイントポイントを見つけるのがすごく難しくって、うん、力加減とかも強くなったり弱くなったりっていうのがちょっと難しかったです。はい。はい。明日からちょっと活かせそうです。まあ二人で練習してくださいね。はい、まずはね。はい。頑張ります。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。